からツアー初日です。楽しみ。なんとなくやっぱり僕らが初めて全国ツアーもあって、初めましての人たちもたくさんいると思って、なんかそれに僕らのこの今ちょうどセブンオーダーとして、あのもっと音楽やったりとかパフォーマンスを高めていこうみたいな変革期なんですよ。なんかそこをあのたくさんの人に見てもらって、まあ普段ね、YouTube とかあっていろんなところでちょっとちゃらけてる姿もありますが、ギャップを楽しんでもらいつつ楽しく人生来てくれたらいいなと思うんで、そういう気持ちでやってますやっぱ自分も楽しいのはやっぱ一番で、やっぱそれでみんなも楽しくなってないと意味ないから、テクニック的なところをすごい結構頑張って、みんな課題が各々にあって、結構これを終えてまたパワーアップしたいなって思うよね、ガツね。そういうことなんだよねもうね、わかんないのよもう。なんかもうやってきたことをなんかできてるなって感じしますね。なんか不安というか、まあ俺すごく好きな言葉があって、あの練習は本番のようにやって、本番は練習のようにやるっていう、それがもうすごい心にぐさり、うん、大丈夫かっていう風に、青初めてって言っていいぐらい楽しみな本番になりそうです。修行っすか。まあでもいっぱい修行しましたね。なんか歌の部分だったりとか、あとキーボードも増えましたし、本番が楽しみでしたね。いつもは本番、ああ本番来ちゃうなとか、本番緊張するなみたいな感じだったんですけど、今はもう全然楽しみって感じです。失敗を恐れずにやります。シャボンフラワーでその新しいキーボードを買ったんで、そこでちょっと即興のあのなんかソロ回しみたいなのがあるんですけど、なんかモロシがいつもこうサックスでよくやってるんですけど、なんかそれにちょっと近い感覚になってますね。すごく楽しみですねそこは。今までと違うな。アコースティックコーナーですかね。やっぱりその自分たちの初挑戦でもある少ない音でちゃんと聞かせられるそのセクションはまた全然違ったリアクションだったりとか、ファンの皆さんの感じが全然また違うものになりそうだなって思いながらやってましたね。音楽的な成長は、まあ、何が変わったかっていうよりかは、なんか全体のやっぱりグルーヴ感とか、そのみんなのなんかこのクオリティが底上げされてったんじゃないかなっていう、まあちょっとずつ深みが出てくればいいなとか思ってます。見どころワッチュガッチュじゃないですかね、僕的には。やっぱみんなそれぞれの個性がワッチュガッチュには集約されてて、やりがいありますね。めちゃくちゃそこでやっぱ一発かましたいなっていう気持ちあります。いや本当にもうこればかりはもう日々の鍛錬です。あの特別なことをするわけじゃなく、毎日同じルーティンをとにかくこなしました。そういう意味でもなんかでもなんかメンバー一人一人がその自分たちの楽器に向き合って、なんか今まである既存の曲に向き合ういい機会だったんで、なんかそういった意味でもあの面白いんじゃないかなと思います。ライブに対してのアプローチがなんか書き回し一つだけど、それをメンバーと一緒にここはこうやって繋いでもかっこいいよねとかって話できるのはなんか新鮮だなと思いましたし、繋がりが綺麗だとやっぱ楽しいですね。やってて美味しいものいっぱい食べたいです。
やっぱりもしかしたら今回全国ツアーということで初めてのお客さんも来てくれると思ってるんですけど、勝手に本当に来てくださったらぜひセブンオーダーのこと好きになってもらって、セブンオーダーの曲を皆さんの生活の一部でね、なんか元気つけられたらいいなと思うので、ぜひ武者修行ツアー楽しみにしててください。一番の見どころは僕が電球を消すところ。バタバタでした。だいぶバタバタでしたね。でもまあいけると思います。もうリハめっちゃやったんで。やっぱアコースティックじゃないですかね。アコースティック今回からやるんで、既存の曲をちょっとアコースティックバージョンに変えて2曲やったりとか、あとは曲の間になんかちょっとしたセッション入れたりだとか、違うことばっかっすね今回は。いやちょっとやっぱこの一歩踏み出すことが大事だなと思って、このやるって決めたらやらなきゃいけないんでって言って今回できたんで武者修行しましたね。めちゃくちゃみんなでサックスのソロを全部なんかアドリブにしましたね。ちょっと自分にその、その全部アドリブでやるっていうのはミッションとして課してます。日曜日の頃はやっぱりなんだろうな、まあいろいろ自分たちの今までのなんだろうやり方だったりっていうのをちょっと変えて攻めてるっていう形で、俺らのオリジナリティをちょっとどんどん出していけるようになれてるなと思うんで、まあそうですね、一歩攻めてるってところが見どころですね。はい、一瞬一秒見逃してほしくないですけど、まあ、特になんだろうな、踊りと楽器バンドのが混じり合うところはやっぱり見てほしいというか注目ですね。じゃあ他じゃ見れないところだと思うし、僕らの強みだとも思ってるんで、そこはぜひ注目して見ていただけたら嬉しいです。はい、いやーもう本当に僕らとしても半年ぶりのライブ、そして初の全国ツアーということで、めちゃめちゃみんな気合い入ってます。結構内容も攻めた感じで作って、ちょっとこうなんだろうな、ちょっと本当今までのセブンオーダーとは少しカラーちょっと違く見えるかなっていう形で作らせてもらったんですけど、お客さんの前でやるのはすごい楽しみですね。どうだろう、意識かなって思います。なんかまあ個々で多分みんなすごく成長してるんですけど、全体としての意識はなんかすごくこう音楽に対してみんなでこう向き合っていくっていうところの意識が多分一番変わったのかなと思います。やっぱりライブになるとみんなすっごいいい顔するし、ライブを作ってる時って7人ですごい話すんですよ。その時間が僕はすごい好きで、ライブを作ってると、いいなと本当思うし、何よりやっぱり、今回こういろんなチャレンジをしたことによってみんなでこう壁をクリアしていくっていう、みんなでやっぱなんか一個の壁を乗り越えるって時のセブンオーダーが僕はすごい好きなので、なんかそこは気づかないうちにというか多分成長してたりとか一つになるっていうところすごいできてるんじゃないかなと思います。曲に対してのグルーヴ一つから、結構ハギちゃんの今回はドラムをメインにみんなのグルーヴを一つにしていくっていうのは、まあ見た目はね全然わかんないと思うんですけど、お客さんから僕らの意識ではすごい変わって、すごくライブするのは楽しくなりましたね。やり方の意識改革がすごいできたんじゃないかなっていうのは思いました。見どころか全部だけど、でもWhat You Got って曲あるんですけど、結構僕すごい大好きな曲で、今回はねほんと原型ないぐらい変貌してるんですよ。なんかそれ原型の曲も超いいんですよ。もう原型でもまあ最高に曲なんですけど、今回あえてその曲をバラして再構築して挑戦してみるっていうのは、なんかなんだろうな、本当に原型がいいからこそ結構それって本当はやる必要ないんじゃないかっていう意見もあったりとかしたんですけど、でもやっぱ一個挑戦としてファンの人を驚かせたいっていう気持ちがすごくあって、なんかそれは結構見どころじゃないですか。一人ずつ見せ場もあるし、どうだろうな、でもなんかライブに強いグループになりたいです。やっぱりなんだろうな、やっぱライブ、あの人たちのライブいいよねって言ってもらうグループになりたいし、飽きさせないライブができるグループになりたい。バンドとダンス両方やらせていただいてるんですけど、やっぱ両方とものクオリティと
深さをちゃんと作って、うん、あの人たちのライブなんか行くとすごい得した気分になるんだよねって思われるようなグループに成長していきたいですね。そのための一歩だと思ってます、このツアーは。